はい、皆さんこんにちは。花岡猫子と申します。今回外漫というテーマをいただいて、まあ、私も漫画は、まあ、大体どれぐらい読むって聞かれたら普通かなみたいな感じなんですけれども、まあ、何年か前に、まあ、ジョジョの荒木裕彦先生が、まあ、ルーブル美術館とコラボしてちょっと岸辺露伴ルーブル行くっていうのを書き、まあ、そこから私はバンドデシネっていうフランスの漫画があるんだっていうことを知って、公約が出て図書館に所蔵があればちょっとね値段結構かかるのでなかなかちょっと買うまではいかないんですけれども、そういうフランスの漫画も素敵だなと思いながら地道に手には取っています。ただ先ほどおっしゃった方がいましたけれども、漫画ってヨーロッパだけではなく、もちろんアメリカだけでもなくアジアにも南米にもあるということ でしかも最近は中国の作家が書いたものが続々と日本で刊行され、しかも中国語だけではなく日本語で読めるというものもたくさん出てきています。私が今日持ってきたのはそんな中国の方の書かれた漫画で日本語訳されているものを持ってまいりました。こちら、シャーター、ちょっとイントネーションはわからないんですけど、シャーターさんがお書きになった誰も知らないという漫画でございます。ちょっとこれ一巻は置いておきますが、今のところよいしょっと3巻まで出ておりまして、一応この3巻で完結というお話なんですね。でこれシャーターさん漢字がですね、夏、季節の春夏秋冬の夏に友達のダチと書いてシャーターと読みそうなんですが、試しにこれで検索エンジンで画像検索をしてみると、ちょっと前に話題になりましたけれども、美人すぎる漫画家としてネット上で時話題になったという方です。でこれちょっと何年かは私もちゃんと巻末に書いてあるのでチェックしてほしいんですけれども、ウルトラジャンプで連載をされていて、まあ、約1年半ほどだったんですが、で今もこの方は確かもう一つ中国の歴史大河ものを今ウルトラジャンプで連載されております。でこの漫画どんな話かというと、まあ、ある中国の町から山奥の村にこの女の子、言語の言と書いてユウという名前を持つこの女の子がお父さんとお母さんと一緒に引っ越しをしてきます。でお父さんが古い建築の修復家であり研究家であるということから、自分の研究対象は自分が修復を依頼された建物がたくさんある古い農村、山の山村に行ってそこで暮らしながら仕事を引き受けていくと。で自然がたくさんあり、なんだかちょっと雰囲気が違うななんていう、そういう環境をこのゆうちゃんというのは感じて、でちょっと誘われるままに外に出てみたら、なんだか不思議な路地裏に迷い込んで誰もいないし、どうしようってなった時に、おいでおいでと暗い家の中から黒いフードをかぶったおばあさんにおいでおいでと言われて行ってみたら、なんかこのおばあさんたち変だ、どうしよう助けてってなった時には、ちょっとこの表紙のね男の子のチェンお兄ちゃんという子が助けてくれると。でゆうちゃん、まあ、すごくナチュラルに描かれてるんですけれども、普通の人間には見えないいわゆる妖怪や妖精といった類のものとが見えるっていう力を持つすごく純粋で可愛い女の子なんですね。でこの漫画の魅力なんですけれども、とにかくこのシャーターさんの描く幻想的な世界というのがとっても素敵で、もう細いペンですごくは丁寧に描かれているなと。で一巻の最初に出てくる芙蓉という花の妖精がもう、ああこれが中国古典のきらびやかなあれかっていう感じで、もう見ててうっとりする感じ、もう何時間でも私ページを眺めていられるなっていう、本当に素敵な話で、もう読むたびにああ癒されるっていう、そんな疲れた時に読むとすごくいいなと思います。で30秒もありますね、どうしよう。で本当に淡々と日常が綴られていって、いつでも読める楽しい作品ですし、もちろん登場人物はこのお兄ちゃんだけではなく、このゆうちゃんの同級生にあたる子たちとの関係だったり、そのお父さんの仕事の関係だったり、いろんな子たちが出てきますし、
今後シリーズにはなってないんですけども、できたらゆうちゃんが大人になった時の話も読みたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。では質問のある方は挙手を。はい、妖怪伝承とか見は出てくるので、妖怪とかっていうのも出てくるんですか？ですね、詳しい伝承まではちょっとわからないんですけれども、中国の古典、いわゆる古典といわれる詩だったり有名な歴史上の逸話がちょこちょこ挟まれているので、きっとそこに詳しい方も読んでいて、あのことだって言って楽しんで読めるかもしれません。はい、妖怪とか好きなので。あ、はいはい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは次の質問の方いただきます。はい、はい、はい、おすすめのページについてください。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね。ああ、ここです。ごめんなさい、この本当に遠くの方申し訳ないです。本当に線が細いのであれなんですけれども、後でお見せいたしますのでです。はい、はい、ありがとうございます。それでは次の質問の方いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。なければこれで以上とさせていただきます。はい、ありがとうございます。はい、中国で活躍する漫画家さんというところですが、はいはいはい、やはりどうしても、はいはい、国の体制というんですか、はい、やっぱりこう、うん、まあ、言語に対してはそれなりの規制みたいなものがあるでしょうし、はいはいはい、私なんかその最初地方に行かれたってことで、主人公の方がね、はいはい、なんか文化大学名の時の話をちょっと思い出したりするんですが、なんかそういう今の成長とつながってるところは何かあるんでしょうか。そういったところは全く感じさせないですね。むしろ普通の女の子が田舎に行って不思議なものを見てきたというか、なんだろう、なんだろうな、その楽しい児童文学を読めるような優しいタッチで描かれているので、あまりそういう政治的なゴツゴツしたとつきにくい話題はほとんど書かれていないかなと、そんな印象です。はい、ありがとうございます。それでは時間となりましたので、花岡さんの発表終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございました。